今週石破総理のこの動画が大炎上。総裁選中、茨城県水戸市に農家視察に訪れた際の一コマ。農家の方からおにぎりをもらい頬張る石破さん。その食べ方が、この食べ方にネットでは、おにぎりの食べ方が汚い、一口で食うなよ、下品すぎる、育ちが悪いな。ちなみにこのおにぎりを食べる映像、よく見てみると手の甲に何やらメモ書きが。しかし映像からは解読ができなかった。一体何が書かれていたのか。それ美味しいですか。もう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 、ご指摘をいただきました、育ちが悪いという点でございますが、私父はですね、鳥取県知事を務めた地元の名士、そして母は元学校の先生という厳しい家庭で育ちましてですね、さらにですね、クリスチャンでもあるわけでございまして、その点におきましては、しっかりと指摘しておかなければならないのであります。指摘しておくといえばですね、安全保障の専門家としてはですね、ここでギャグを披露しておかねばならないということも合わせて申し上げておきたいわけでございます。石破茂のギャグをやります。あ、鳥だ。平和の象徴、鳩でございます。私はですね、この慎重に笑いを取るタイプなんですね。まさに石橋を叩いて茂るでございます。何のことやねー、ええとこ死んでるよ。何のことやねー、ええとこ死んでるよ。そう、政治家はなぜかおにぎりが大好き。立憲民主党野田代表が民主党政権下で総理時代も東日本大震災の被災地福島でおにぎりをパクリ。小泉元総理は食育フェアでおにぎり、岸田前総理も官邸でパクリ。そしてこの人も、この人もおにぎりをパクリ。政治家とおにぎりといえば、なぜかお約束のパフォーマンス。お約束といえば、歴代総理大臣が必ずやってきた秋の風物詩、奈良の柿を食べていくを石破総理も披露。奈良の秋、里にも裏にも茂るが、自分の名前をしっかり入れ込むあたり、なかなかの腕前か。石破総理、ペンには何を書いてるんですか。これはですね、故郷の無垢色の香りは木枯れ木、千原ジュニア。これはですね、千原ジュニア君がプレバトで読んだ句なんですね。地元福知山で句碑に
になったことをここで自民党が先陣を切ってですね指摘しておかねばならないわけでございます。総理、最近笑顔が多いですがぶっちゃけキモいというコメントが結構多いなんですけれどもうん、安全保障の専門家ですからかつてはこんなにしかめっ面だった石破総理だったが総理になってからは総理おはようございます。笑顔、歴代総理の官邸入りはおはようございます。無表情、この方も総理おはようございます。無表情なのに石破総理は総理おはようございます。笑顔ここでも総理こんにちは笑顔ここでもこんな笑顔、一体どうしたの。石破さんは真顔になるとちょっと怖いと指摘されてきたので意識的に笑顔を作ります。総理になっても心がけているのだと思いますが時折疲れが顔に出ることも目立ってきていると感じます。そんな石破総理、臨時国会を前に今週は外交ウィーク、そこでもいろいろやらかした。ペルーで行われたアジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議が始まる直前、何やらスマホをいじり出す石破総理、各国の首脳が挨拶しようと近づくとなんと座ったまま次々と握手、なんか感じ悪いとツッコミが。握手といえば中国の習近平国家主席との首脳会談前には厳しい表情で目も合わせないのに握手は両手、なんか格下に見えるとここにもツッコミが。さらに参加した首脳全員が集まって記念撮影、しかしなぜかここに石破総理の姿がない。実はこの時石破総理は今年9月に亡くなったペルーのフジモリ元大統領の墓参り中、帰り道に事故渋滞に巻き込まれ写真撮影に間に合わなかったのだ。全体的にお疲れなのか分かりませんが覇気のない感じがずっとありましたね。間違いなく良くなかったことは集合写真に遅れたこと、どんな理由があったってやっぱり遅刻しちゃいけないですよね。なるほどね、もうどうしようもないということをはっきりと指摘しておきたいわけでございます。また自民党内からは秘書官たちがきちんとアドバイスすべきだという声も上がっていますが、総理周辺は石破さんほどのベテラン議員に細かいアドバイスをするのは僭越だしなかなか難しいと苦しい胸の内を明かしています。後ろから蹴ればいいんですよね。立てって外交では散々突っ込まれた石破総理、内政でも来週から始まる国会を前に各党の駆け引きが繰り広げられた。政策活動費というものが法律上これは廃止をするというこの点について一致を見た。前の国会であんなに反対してきた政策活動費の廃止をあっさり認めた。さらに旧文通費の使途公開、外国人などによるパーティー券購入を禁止、政治資金をチェックする第三者機関の設置など、これまで聞く耳を持たなかった野党の主張をさらりと受け入れる表現ぶり。しかしそんな自民党がどうしても譲らなかったことが一つだけある。それは
企業団体献金の禁止。衆院選の勝利で勢いに乗る野党は全く議論の俎上に乗せないというところには極めて私は疑問を持っています。ここは全然認識がまだ違うんだなと思います。企業が悪で個人献金が善だという立場は取らない。企業団体献金に関しては完全スルー、一歩も譲らない構えだ。さらに野党の中でもここだけは何度も申し上げている通り、その企業団体献金が悪で個人献金が善だという立場は取らなくて、ここでも国民民主がキャスティングボードを握っている。企業団体献金を全面禁止すると個人献金に頼ることになります。ただ日本では個人献金の文化は乏しく、献金が大きく減ることが予想されるからです。そうなると自民党議員のほとんどが今の秘書の数や事務所の体制を維持できなくなるため死活問題なのです。なるほどね。我が自由民主党がなぜ企業団体献金を支出するのか、私からは口からは安全保障上の観点から極めて申し上げにくい機密事項でございます。ここは自由闊達公平公正そして謙虚にこのギャグでご理解いただければと思う次第でございます。北の国からさだまさしさん歌います。さんになってしまいました。何のことやね、何のことやね。似てんだ。さあというわけでおにぎりの食べ方から政治改革までツッコミどころ満載の石破総理ということなんですけれども、さあ、小浜さん、はい、若い女性から見てはいかがでしょうか。いや、おにぎりの食べ方そこまで気になってなくて、でも一口で食べてるのを言われて私美味しそうに食べてていいなと思ったんですけ ど、もう一つダメなところが見つかるともう全部叩かれちゃうのがもう SNS の怖いとこだな、さあ清原先生いかがでしょうか。やっぱりね、多分急いで食べなきゃという思いがあってね、多分選挙活動してる時も多分そういう姿だと思うんですよね、うん、そういう癖だと思うんですけど、うんうん、やっぱりテレビが見てる国民が見てるというところの意識がやっぱ石破さんにまだないわけですよね、そこ気をつけてほしいなと思いますよね。あ、さあ八代いかがでしょうか。 X の方にどんどん流れてきていろんな動画見たんですけど、おにぎり5個食べてるんですよね。そうなんですよ。もう5つ目ですよみたいなことを周りの人と話してるのもあって、とにかく美味しかったらしいんですよこのおにぎりが。で、まあ、公務で忙しかったりもしたと思いますし、なんかこう勢いよく食べるっていうのをその農家の人たちへのアピールもあったりとか、かもしかしたらこっち食べてこっち食べないということにはいかんからっていう、ね、気遣いが、なかなかこのシチュエーションで5個食べないですから ね、何かしらの事情はあったんじゃないかなと思うんですけど、ね、さあそして103万円の壁や、給分通費では、あっさり野党の主張を受け入れたのに企業団体献金だけは絶対に譲らないということで、はい、今週も解説の名手青山さんのポジションを狙っている元衆議院議員元自民党元二階派イクメン議員宮崎健介さんに誰も迷子にさせない解説を披露していただきます。はい、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。あの女性問題だけではないところを見せたいと思います、はいはい、分かりました。そもそもこの企業団体献金というのは何なのか教えていただきたいんですけれども、はい、受け止まりました、はい、ではですね、はい、こちらをご覧ください、はいはい、
はい、まあ、今回ですね、あの企業団体研究をめぐる攻防があったわけでございまして、はい、自民党と国民民主党、うん、ここはね意見が一致していて、うん、個人は善、企業は悪ではありませんよと、はい、で企業も政治活動は自由ですということを主張しているんですね、はい、一方で、まあ、野党、あの立憲民主党は、野田代表、企業献金で政策が歪められるということであって、うん、こう意見が真っ向から対立しているわけなんですね、うん、で、まあ、自民党は企業団体献金だけはやっぱりあの他の政策は譲るけどもここは譲らないぞっていうのが、まあ、こう一個大きな争点になっているというのが大前提でございます、はい、ではですね、この企業団体献金というのが、うん、一体こういくらぐらいなのかというのを各党の比較をまとめてみました、うん、はい、自民党、ね、あのまあ収入総額が249、まあ、そもそも億円ですね、うん、そもそもの収入総額うち、その収入総額というのはどういうことですか、はい、まあ、いろんな、ね、交付金だったりいろいろさまざま個人、まあ、個人の寄付とかもあったりするんでしょうけど、まあ、その中でですね、企業団体献金っていうのが25億円なんですよ、はい、他見てください、公明党130万円、はいはい、国民主党28万円、立憲79万円、ね、維新の会210万円、共産党に関してはもうゼロ万円、ゼロ円ですよ、で、あの、まあ、ここね、赤旗の収入とかあったりする、はい、っていうことだと思うんですけど、はい、まあ、社民党600万、こういう感じの表になっていて、まあ、かなり桁が違いますよね、自民党だけ億円、はい、はあ、収入源、大きな収入源なんで、やっぱりここはね、なかなか譲れないよねっていうのが、やっぱ自民党の主張なんですよね、はあ、うんうん、でただですね、これ25億円なんですけど、これ大きいと思うでしょ、だけど、昔は違ったんですよ、うん、ちょっとこちらご覧ください、はい、昔の、これ年代、87年から22年まで、ね、うん、やってますけど、見てください、ここですよ、90年代、うん、はい、かなり多くないですか、前半には。総額これ800億円超えですよ、うわーすごい、めちゃくちゃお金使われたんですよ、企業献金がもうバンバン、これは90年っていうことは首相誰ですか、首相はね、この頃はね、誰なんですかねすいません、こっちも、いや、この辺はね、だからその、海部さんとか、あ、まあ、田中角栄さんの頃とかからずっとこの辺増えてるんですよ、で、まあ、バブルが弾けたあたりからだんだん減っていってるという状況なんですね、はい、で、民主党政権に変わった時に、まあ、この辺ですか、ガクッとまた下がっていて、はい、ギューッと下がっていって、また政権交代、安倍政権になったけれども、まあ、ちょっと増えてはいるけれども、まあ、このバブル期のほどもう献金は多くないですよっていう、だけども、まあ、さっき言った自民党、まあ、25億円というのはこの頃と比べるとだいぶ減ったねということなんですよね、なるほど、はい、まあ、だから結構ね、そう、金券政治が横行したんです、バブルの頃、はいはい、もうさっきおにぎりありましたでしょ、ああ、おにぎりの、あのおにぎりって選挙の時って、まあ、どこでも配られるんですよ、うん、だからみんな食べてましたけど、はい、政治家だけじゃなくて、ああ、有権者の方も食べに行くんですよ、ああ、で、ある地域の話なんですけど、食べるじゃないですか、 あ、今日は何の具かなと思うとお札が入ってるんですよ、ああ、そうやってお金をバンバン配ってた、それあれなんかよく聞きますよ、それ、 それ本当なんですか、本当なんです、へ、私は見たことないですけど、はあはあはあ、みんながそれ見た、入ってった、俺5000円だったとか、はあ、なんかそのまま入ってた人もいれば、ラップに包んで入ったって人もいるし、はあ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 、それ返してきたって人もいれば、いや、そのまま持って帰ったっていう人、それがもう昔は規制がなかったんで、はあはあ、もうガンガンお金使って使わないと当選できないって言われてた時代があったんです、はあ、これがまたね問題だってことで、そのお金が持ってない、お金を持ってない人じゃないと議員になれないというのを規制していこうっていう動きが、なるほど、で、このやっぱりあの企業献金っていうのは悪っていうイメージがなんとなく私たちはあるかなと思うんですけど、うん、まあ、そうですよね、はい、あの、まあ、リクルート事件とか、はい、まあ、そういったあの贈収賄、賄賂っていうのはね、はい、あったと思うんですけど、うん、まあ、世界的に見たらどうかというのがこちらなんですね、はい、意外とこれ世界的にはむしろ献金は常識だったりするんですね、はい、まあ、あの日本とアメリカ、イギリス、ドイツと、はい、まあ、イギリス、ドイツはもう可能ですし、はい、米国も一部可能ということですが、この欧州なんかですね、はい、相当こう罰則が最大2万ポンドの罰則ですからね、はい、で違反額の、違反額の、ね、最大3倍の支払いを義務付けてたりするわけです、はい、はあ、日本だけちょっとね甘いっていうのがあるんですけど、罰則を厳しくしてますっていうのが結構一つ大きなポイントだけども、企業献金は悪ではないよっていう感じですね、はい、はい、でもしですね、うん、
企業団体献金を禁止した場合、はい、政治にかかるお金の 100% 税金にした場合どうなるか、つまり国民のお金で全部政治活動を賄うようにした場合どうなるかということを、はい、法政大学の白鳥先生に聞いてきました。はい、こちらです。メリット、自民党の政治腐敗の温床を根っこから断ち切ることで、はいはい、デメリット、自由に政党を応援する一つの手段がなくなってしまうということをおっしゃってますね。お、はい、でこの企業権デメリット、はい、なぜ、はい、自由に政党を応援する手段がなくなるんでしょう。まあ、企業ですからね、はあ、企業のやっぱり一つの形なんですよね。献金をするから頑張ってくださいよ、なかなか、まあ、例えばですけど人を出すっていう応援の仕方もあるんですよ、うんうん、で人をなかなか出せないし、今この人をむやみに出しちゃうとそれもまた違法なんですよね、うん、だから、まあ、お金を出すんで、まあ、そちらこれで頑張ってくださいよっていうのを一つの形としてやってきたわけなんですね、うんうん、でこれがですよ、うん、じゃあ実際にこう 違法なのかどうかということでいうと、うんうん、こんな判例があります、はいはい、1970年の最高裁 判決なんですけども、はい、政党は民主主義を支える不可欠な要素、うん、でその健全な発展に協力することは、うん、会社に対しても当然の行為として期待される、はい、会社は個人同様、うん、納税者たる立場において、うん、政治的意見を表明することを禁止する理由はないと、ね、いうことなんです、はい、だからこれ判例で、最高裁の判例で、まあ、企業献金は個人の寄付ももちろん認められてますから、企業団体もいいですよっていうのをもう最高裁判例で決められてることなので、うん、なら違法性はないと、うん、いうことなんですよね。まあ、これ分かるんですけど、はい、じゃあその、献金は一体何に使われているのかっていうことを、はい、そうなんです、ね、ズバリまさにそこなんです、はいはい、議員の先生方のですね、はあ、日々の活動というのが結構お金がかかるということで、それに使われているのが、はい、こちらですね、はい、ちょっとこれ今回私の、はい、はい、2期目の時の内訳です、はい、何にかかってたのかというですね、はい、これまず、選挙区の事務所費35万円、はあ、これはね家賃ですか。家賃です、はい、事務所家賃、はあ、35万円です。これ結構安いと思います、うん、うちは京都の都市部だったんです、はいはい、そこに1箇所だけ構えてました、はい、もう地元の人たちからするともう1箇所構えろって言われてたんで、まあ、倍だったりで、広いエリアの選挙区だともう5つぐらいあったりする人もいるんですよ。はい、だからここがまた増えてきますよね。で、まあ、よく言われますけど赤坂議員宿舎15万円、はいはい、これ国会議事堂が、まあ、近い場所にあるのが赤坂宿舎なので、まあ、実際に寝に帰るようなもんなんですよ。だから国会議事堂がそこそこ府中とかにあったらもうちょっと家賃が安くなったりするのかなと思ったりもするんですけど、まあ、ちょっとこう必要なもの、議員宿舎は家賃かかるんですか。はい、かかります。でも相場からすると相当安いですよ。安いでしょうね。80何平米だったりするので、はい、3LDK 全員 3LDK で一緒な間取りなんですよ、みんな一緒。それで15万いや、はい、だから本当はもうちょっとこれ4倍ぐらいするするでしょうね。いますかね、3、4倍すると思うんですけど、はい、まあ、それがまあこの価格で住まわせてもらってる、はいはい、住まわせてもらってるという形ですね、はい、で人件費、はい、これですね、30万かける5人分って、はい、まあ、一応これ平均して書いてますけど、はい、公設秘書が政策秘書、第一秘書、第二秘書、これ3人こう国からのお金で雇うことができるんですね。だからそこは金かからないけれども、やっぱりこれだけだと足りないので、だいたいうちは8人体制やってました。8人、なんでそんなにいるんですか。必要なんですよこれね。まだ少ない方だと思う。そこが分かんないです、はい、まず地元の陳情というのがあるんですね。陳情って陳情要望活動があって、まあ、こんなうちの地域の問題点があるんだけど、ちょっと聞いてくれないかっていうのがめちゃくちゃ来るんですよ。まずだからそれを地元を、うちはこのうちの3人中3人は地元でそれを聞くための人がいました。で残り2人は事務の方なんですけど、事務も大変で、祝電とか弔電、ちょっとこの後に出てきますけど、祝弔電っていうのの依頼がめちゃくちゃ来るんですよ。もう1日その作業をしなきゃいけないぐらいの、まあ、何でしょうね、ファックスしてくれみたいな、ね、あとは郵送してくれとか届けに来てくれとか、そういうのがいろんな式典だったり亡くなった時の弔電とかっていうのがめちゃくちゃ重なるので、それが例えばそれも金額かかって20万ぐらいかかるんですよ、合わせると月に。
いや、はい、政治家の人に頼んだことないんですけど、ね、あのそういう方々が多いと思うんですけど、意外と地域で政治に関わってらっしゃる方、要は何でしょうね、町会のなんかの 役員の方とか、そういう方はねバンバン来るし、親戚が結婚するとかって言ったら、あの友達の友達がとかっていうところまでオファーめっちゃ来るんですよ。なんか無駄なんか、ね、まあ、でも確かに例えば、はい、今バイデンさんに結婚しますって報告言ったら、はい、おめでとうございますって帰ってくるらしいからね。あ、そう、それそれ、そのそれを書面で欲しいとか、ね、あと今日は来賓の方からの祝辞が届いておりますみたいな、やっぱそれ読みたいっていう方もいらっしゃるので、それ無限にできないんですよ。なるほど。オファーがあって、いやいやうちはそんな一切やってませんからって言うと、なんだあいつはってなっちゃうので、もうやらざるを得ないものなんです。でそれに伴いさっき言ったその3人が地元走ってって言いましたので、3台の車をまず用意してますね。3台の車があの大体週に1回ガソリンを全部こう補填すると考えたら4万円月にかかる、3台分で12万っていう計算ですね。もうこれも本当にめちゃくちゃ来るので、まあ、20万めちゃくちゃ忙しいですね。忙しいです。よーそんな時に女と遊んでましたね。いやいや。ジュニさん、プライベートと政治はちょっと、あ、そう。でも今なかなか隙間を縫って、いやいやそれはいいんですよ。でね、まあ、ここまではあれなんですけど、ここです、ここ、はい、自民党本部、はい、まあ、県連、うん、そして京都府連でしたけど、はい、あと派閥にこれ会費を月々納めるんですよ。ほう、はい、寄付ですね、うん、まあ、要はこれが7万、7万、7万ぐらい、うん、どれか6万だった気がするんですけど、はい、それを納めると、その額は決められてるんですか。もう決められてます。当選した瞬間に、あのご当選おめでとうございます、はい、あのこういうふうになってますんで、自民党にこの寄付はもう転引きされますん で説明がありました。で派閥にも転引きされますんでっていうのがもうこう決まってたんで、20万取られると、はい、で合計が252万円、はい、これね入ってないものもあります、はい、まだ、はあ、例えば地元で呼ばれた会合、はあ、そのお祭りの、打ち上げみたいなのあるじゃないですか、はい、おみこし担いだ後に呼ばれていくじゃないですか、はいはい、その会合のお金ももちろん当然払うわけですよ、あの一瞬顔だけ出す時間がないから、でも本当に10分でもあのやっぱり会費1万円は払う、はいはい、それがあの1日2件3件は絶対入る。そういうことですね、はい、あと、神社とか、そうです、ね、ちょっと寄付お願いしますとか、はい、あれはでもね厳密に言うと寄付は禁止なんです。あ、そうなんですか。選挙区内では寄付行為になるんで、ほう、あのやってはいけないとか。あ、そうなんですか。それはそうなんや。中にはなんか提灯にバリバリ名前書いてる議員とかいるんだけど、はいはい、大丈夫かなって思ったりしますし、あとは日本酒持ってったりとかもダメですし、はい、そういうのは本当はダメなんです。なるほど、はい、でもやってる人も結構いると思うんです。でもそういうの抜いても252万は年間で3000万かかると。最低かかります。もっとかかってる人はいるんです。だからまあ企業献金も大事だし、うん、あとパーティーですね、うん、パーティーなんかもやっぱりちょっとあのこれじゃ足りないからって言ってやっていく、うん、これ、まあ、これに足りないからパーティーをやっていくって人が多いわけですよね、うん、でも、はい、以前野田代表に来ていただいた時にお金かかりませんと、はい、あの方自分で吸って、はい、全部チラシビラを自分で立って、はい、配って、はい、やられてて、はい、お金一切かかりませんよっておっしゃってました。そう、すごいですよね、はい、あのやっぱりね根本的な違いとして、これでまた怒られちゃうかもしれないんですけど、はい、与党と野党で違うんですよ。ほう、やっぱり与党には地元の陳情ごと相談ごとめちゃくちゃ来るんですよ。ほう、でも野党には行かないんですよ。だからそもそもこの人件費っていうのが少なくて済むんですね。で東京の方にもあの国会、野党に言うてもしゃあないからってことですか、はい、そういう方々が多いですね。行ったけど何も解決しなかったとか、だからこっち来ましたっていうのはもう政治を分かってらっしゃる方々、うそういう企業の方々は絶対野党に行かないですもん。でも野田さんお願いします、うちこんなことで困ってるんです、何とかしてくださいっていうのあるんじゃないですか。それはもちろんあるでしょうけど、はい、なかなか野党ですからいくら党首といえとも、うん、やっぱりこうそもそものところですよ。そもそものところで彼は予算案とかに反対してる立場なんですよ、はいはい、予算案に反対してる立場の人がお願いしますねってなかなか言わないですよ、はあはあ、役所とかに例えば国の話で言うと、はあはあ、それも国の方も何言ってんですかって突っぱねたりもする、うん、せざるを得ないわけですよ、はあ、戦ってるわけだから、はあはあはあ、そうなってくるとやっぱ与党の方に話を持ってくるっていうのはやっぱり
あるんですよ、ね、なるほど、はい、ここまで聞かれて清原先生いかがでしょう、うん、まあ、だからこういうのが民主主義のコストと言われているんだと思うんですけれども、はい、でも本当に必要かどうかってもう一度よく考えてみる必要あると思うんですよね、うん、だから本当にもし、企業団体献金が禁止されるなり、ね、規制されて、うん、本当収入が減れば出る方だって削らざるを得ないですよね、うん、だから本当削れるとこあるはずだと思うのに削ろうとしない、うん、つまり企業団体献金たくさん入ってくるからそこにもう甘えてしまっていると思うんですよね、うん、だからもうちょっと本当にまあ維新ではないけども我が身を削るね、なんか思いというか改革みたいなことをね自民党もしないといけないと私は思いますよ、うん、そうですね、だからこれ私だいぶ少ない方なんですよ正直な話、はい、もっと多いんですみんな、はあ、秘書とか北海道なんてもっと多かったりとか、はあ、事務所ももっと多かったりするんで、はあはあはあ、でなんなら有権者の方からもっとやってくれ事務所構えてくれとか人増やせとかかなり言われるんですよ。だからこうできれば最小限でやりたいんだけども、そういう、こう有権者とのこのイコールというかね、そういう部分もやっぱりあるので、その辺の意識は全体的に変わっていって行かないと難しいんじゃないかなとはちょっと思います。小浜さんいかがですか。でも自民党だけあの額っていうのがやっぱ衝撃だったんですけど、うん、でも献金をなくすことによって、そうやってなんかなんだろうな、その特定の企業との関係性とか崩れるっていうのを怖いと思ってる議員の方も多いんじゃないかなと思って、結局自分のプラスを優先してしまってるのかなっていうふうに思ってて、その献金をなくすことによって国民から得られる信頼ってすごい大きいと思うんですけど、でもそれよりやっぱりその献金をいただく方がもう重要ってことなんですね。そうだ、結構個人アメリカみたいに、アメリカもちろん、ね、ありますけど個人献金というのはほぼないんですよ、うん、かなり少ない。それはちょっと変わった形になってるのがその、まあ、パーティーとか、うん、パーティー収入とかなってると思うんですけど、日本ってやっぱり、ね、しないじゃないですか。で直結してこの人に献金したら政治が変わったみたいなものが感じられにくいからっていうことをおっしゃると思うんで、議員側の方も、まあ、自分が何やった、どうやった、どういうふうに変えたかってことをもっとダイレクトに伝える必要があるのかもしれないとは思います。民主党政権の時の献金額っていうのはどうやったんですか、はい、あ、これね、自民党がですか、自民党全体に、民主党が、民主党はどう、ちょっと認証の情報分かんないですけど、今とそんな変わらない、はい、で結構いいのが、実は政権交代した時に民主党のおかげで良かったなと思うことが私もあって、自民党って昔ですよ、このさっきこれすみませんね、はい、民主党政権になったのがこの辺りなんですけど、はいはいはい、この前って、まあ、だんだん減ってますけど、議員の動きが違ったんですよ。この、まあ、僕らは新しい自民党と自分たちと言ってるんですけど、はいはい、この旧自民党の人たちってめっちゃ金権政治が染み付いてるんで、なんか陳情ごと言ってもお金で払わなかったら動かないとかっていうのが結構あったらしいんですよ、はい、だけど民主党の人たちはピュアに、あ、そんなのやりますよってどんどん動いてくれたっていうのがあって、それが、まあ、あって浄化されたっていう側面もあるので、このグラフ自体がほんまかどうか分かりませんしね。どういうことですか。まだ誰が出してんのか、誰が調べてっていう、こんだけ下がったよっていうことを歌いたいために出されてるグラフかも分かります。なるほど、確かに総務省がね、はい、やってる。そっち側やから、これちなみにここで、ね、はい、そうですよ、こんな番組やっててこんなことになれんけど、いや皆さん確かにね、はい、この頃って多分今よりもっと緩いから、はい、いろんな監視が、はい、多分裏の方でも、ね、もう倍ぐらいあってもおかしくないですね。いや、そうでしょうね、はい、だよく聞きますからね、現金で昔は持ってってたのとか、はいはいはい、でしょうからね、はい、今の額がここかどうかも分かりませんし、だいぶだからここと比べたら今ね、いろいろ厳しいからだいぶ緩くはなってるなという感覚ではあります。八代さんいかがですか。お金が動いて、そして票が動いて、当選があったり陳情書来てお付き合いで、まあ、その地元の人たちに嫌われたくないとか文句やれとかあるかもしれないですけど、結局人付き合いみたいなことだなと思っていて、もっと政策だったりとか議会でどういう動きをしているかとかっていうことを徹底してやれば、有権者というか投票する側もそういう付き合いとかではなくて、ちゃんと活動を見て入れるっていう動きにしていくためには、やっぱりいらないお金はズバッと切っていくしかないんじゃないかなと、うん、だんだん時代とともに変わると思いますけどね、はいはい、そういう感覚を持ってらっしゃる方々と、まあ、あとはその政治の距離感もあると思うんですよ、うんうん、やっぱりこうずっと小さい頃からその政治に近いところの、まあ、団体にいた人とかは、まあ、政治ってこういうもんだからっていうので、お前なんで来ねえんだ、顔出して来ねえんだよ、なんで金払わねえんだよって人、やっぱり
ある一定、ね、ご年齢高い方々はいらっしゃるの で、はい、でね、皆さんのようなレベルの人とその何でしょう、ね、政治との距離感の人とあと年代の方々ってやっぱりこう圧倒的多数じゃないですか、うん、でこれは、ね、SNS とかを使ってだいぶ選挙も変わってきてるんで、うんうんうん、まあ、そういうふうになってくれたらいいなと思ってる若い人多いですよ。若い議員も多い、すごく、はいはい、あ、そうなんですか。多いです、多いです。宮崎さん自身は3000万円費用をかかるとして企業団体献金もらってたんですか。僕はね、もらってなかったです。あの、残念ながら入ってこなかったです。あ、欲しかったけど誰も出なかった。欲しかっただけど、その経営者とかがあの自分のポケットマネーで出してくれたりはしてました。個人献金をいただいてました。だから会社として、まあ、2期目だったんでね、まだ2期目だし世襲でもなかったんで、まあ、ちょっとなかなかそこは回ってこなかったけれども、世襲議員なんか多いですよ。多分結構もらってると思います。うん、はい、どうですかジュニアさん、ここまで聞いて。でも自民党に入ってるものが降りてきてるってことはあるでしょ。それはあります。あの、あると思います。あの、要は、まあ、活動資金みたいなものでもらうんですけど、うんうんうん、じゃあこれどっから入ったお金ですかって言ったら分からなくて、自民党の財布の中に入ったものから配られてきてる。あと、まあ、単純によく言われる政治家の人数、そもそもあれだけいるの、はい、っていう、まあ、国会というその本会議と委員会、はいはい、それ衆議院の行われたものを見てたら、はいはい、私は今まではね、はい、あ、これいらないな、無駄だなと思ってました、正直、はい、こんなにいっぱいいらないし、はい、こんなに議論することないし、はい、もう決まってんじゃんと思ったけど、はいはい、今みたいに少数与党になって、はい、あの、国民民主党のポジションとか大事じゃないですか、はい、そうすると国会での議論が大事だなっていうのがようやく実感できてきました、うんうん、だからそうなってくると人数はいるのかなっていう気もするし、なるほど、今まで本当になかいらなかったと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。